アバシリ市は、北海道東部にある市、オホーツク総合振興局の振興局所在地。アバシリという地名の由来は、諸説あり不明であるが、いずれも、アイヌ語に漢字に当てたものとされている。オホーツク総合振興局東部に位置し、オホーツク海に面している。丘陵地が多く、市街地は、アバシリ川川口付近とその南側に続く、海岸段球場の平地にある。 北西部に、ノトロ湖、中部に、アバシリ湖、東部に、トーニエ湖があり、内陸部は、森や農村地帯が広がり、地域は、アバシリ国定公園の一部となっている。微岬にあるヤチダモの木は、森の巨人たち百戦に選定され、トーニエ湖は2005年に、ラムサール条約湿地に登録された。ノトロ湖や、トーニエ湖の珊瑚総群落は秋になる湖岸を真っ赤に、 染め、奪らないの産後層群生地は、日本紅葉の名所百選に選定されている。地勢は、阿波尻川右岸の一部にある、中石と地帯を除きほとんど、霊端地で構成される平野で、阿波尻湖は、南から阿波尻川が流れ込み、目満別川などを集めて北東部から再び、阿波尻川として、オホーツク海に流れている。尻湖は、川で、 東二江湖は北浜地区で海とつながっているため奇水湖となっている。東二江湖の西にあるモコトコ周辺は三角州正定地を形成している。また、四北西部にはオホーツク海に通じる海跡のノトロ湖があり、砂礫大地と岩石大地に囲まれている。市街地南部は岩石大地で形成されている。 山地河川湖湘海岸一年を通じて晴天が多く、年間降水量、降雪量は少ない。海に面するため寒暖差も少なく、北海道としては比較的温暖な気候になっている。1981年から2010年までの平年値は年平均摂氏6.5度、年平均降水量は787.6ミ、mm、リメートルとなっている。 オホーツク海型気候の特色があり、夏の季節風は弱く、台風による被害はあまり見られないが、オホーツク海高気圧の北東風が、作物の生育に影響を及ぼすことがある。冬には、例年1月中旬から3月下旬まで流氷が、到来する。一番、暑い8月でも最高平均気温は、摂氏25度以下となっているが、日中は、 摂氏30度を超える真夏日となることもある。それでも夜は摂氏20度以下まで気温が下がる。冬の夜は稀に気温が低く、摂氏15度以下になることもあるが、オホーツク海沿岸は内陸部と比べて冷え込みは穏やかな地域になっている。アバシリは気象庁により都市化の影響が少ない観測地点として、北海道の観測地点では根室、 スッツとともに日本の平均気温算出地点に選ばれているが温暖化が著しく特に冬季の平均気温が急激に上昇している。これには諸説があり流氷の減少との関連性や観測路上における日だまり効果を指摘している説もある。消滅集落2015年国勢調査によれば以下の集落は調査時点で 人口零人の消滅集落となっている。アバシリ地方における人類の生活が始まったのは、約2万年前からであるとされている。北海道で俗城門時代となっていた5世紀頃、オホーツク海沿岸では、オホーツク文化が起こり、殺門時代が終わる13世紀頃まで、約800年続き、カラフトや千島列島にもあったとされている。少数民族の二部府によって、 カラフト南部では始まったとされ、北方民族の生活スタイルを継承して、北東アジアの影響を受けている。オホーツク文化後期になると、サツモン文化の影響を受け、両方の文化が融合したとびに、大文化が生まれ、それまでの海岸居住にとどまらず、内陸部への居住も見られるようになった。なお、東北では旧世紀頃に、オホーツク文化が、 殺門文化に吸収されたとしている。最寄り海塚は、オホーツク文化最大の遺跡として、国の史跡に指定されている。ウィルタは、カラフトの先住民族で、オロッコと呼ばれ、ニブフは、ギリアークとも呼ばれていたが、それぞれ独自の言語を持っており、アイヌとも近い関係にあった。終戦後、日本領土であったサハリンにいて、日本国籍を持ち、旧日本軍に徴用された領。 民族の一部の人たちは日本へ強制送還された。その先の一つが、アバシリ氏であった。ミス、アバシリと言えるアバシリ氏の流氷パタラのパタラとは、ウィルタ語に由来しており、お嬢さんの意味がある。アバシリの年譜、アバシリ氏統計書、平成26年版年表、参照役所市長市民憲章宣言私たちは、母なる、オホーツクの海に抱かれ、 湖と森の美しい自然に囲まれた網走の市民です。私たちには遠い昔から風雪に耐え抜いてこの地を切り開いてきたたくましい先人の心が受け継がれています。私たちはこの町の市民であることに限りない喜びと誇りを持ち伸びゆく網走の良い市民となる願いを込めてここに市民憲章を定めます。 昭和47年7月17日制定、都市宣言参照市議会、網走市議会、参照地方独立行政法人網走市の夏は、晴れの日が多く、日照時間が長いのが特徴となっている。1988年に、気候やトレーニング環境が評価され、4種目、陸上競技で、ソウルオリンピックの事前合宿地となったことをきっかけに、 スポーツ合宿への取り組みがスタートした。ラグビーはじめ陸上競技、車椅子マラソン、バスケットボール、野球、ボート競技、バイアスロン、スキーなどの合宿が行われているほか、北見市と連携して、周辺自治体でスポーツ合宿誘致に向けた取り組みを行っている。網走スポーツトレーニングフィールドは、天然芝フィールド7面、全天候型テニスコート16面、 野球場、ソフトボール場、アーチェリー場、ば、投擲競技専用の練習場を備えており、毎年夏には、観戦可能なラグビー練習試合、アバシリラグビーフェスティバルを開催している。アバシリ市営陸上競技場では、陸上競技の大会、北連ディスタンスチャレンジを開催しており、2013年には、長距離競歩における、日本オリンピック委員会認定競技、 別強化センターとなった。姉妹都市、友好都市参照海外国内クリオネ通り、産業別人口は、第3次産業の割合が、最も高く、次いで第2次産業、第1次産業となっている。農業農業では、北海道内有数の畑作地帯となっており、大型機械を導入した、営農集団組織により麦類、ジャガイモ、天菜を中心とした、 大規模営農を展開しているほか、大根、長芋、ごぼうなどの野菜類や落農、畜産も行っている。漁業漁業は、波尻沿岸において、沖合底引き網、吉地自派へ縄、低地網、ホタテゲタ、カニ固定式刺し網、ケガニカゴなどにより、漁業を営んでいる。波尻市は、日本最北の捕鯨基地でもあり、市内の捕鯨業者が、沿岸小型捕鯨業を行っている。 また、市内には、湖が複数あることから、内水面漁業も行われており、ホタテ、ワカサギ、シジミ、シラウオ、エビなどの漁が営まれている。商業物流観光業観光入り込み客数は、年間120万人から180万人で、推移しており、宿泊客の割合は26%から30%となっている。流氷が滞在する。 当期間の入り込み客数が多いのが特徴となっている。50音順新聞社通信社放送局、電力上下水道東京農業、大学オホーツクキャンパス認定子ども園保育園、幼稚園網走駅網走バス本社、網走ターミナル未知の駅流氷街道網走網走、流氷観光再氷線、オーロラに廃止となった、路線路線バス高速バス市内を通る一部道路は、 シーニックバイウェイの東、オホーツクシーニックバイウェイになっている。国道道道道の駅観光船、史跡、文化財参照国指定市指定施設景観、公園温泉1960年に、網走市の同立水産試験場で、無塩冷凍すり身の技術が開発されたため、網走は冷凍すり身発祥の地になっている。スケトダラ、酒オホーツクサーモン、近畿、 ワカサギシラ白魚、しじみは、網走リの代表的な魚介類となっている。他には、チビールの、網走ビール、ブランド和牛の、オホーツク網走り和牛などがある。ご当地グルメとしては、オホーツクサーモンと塩だけで熟成、露化した天然の調味料、白魚醤油に漬け込んだ残ギを使用した。 おほうつくはばしりざんぎ丼、おほうつくの魚介類とあばしり発祥のすり身を、おほうつく時に見立てた特製の鍋で食べる。もよろ鍋。おほうつく産のホタテ星街柱を使用した。おほうつく星街柱使ラーメン。おほうつく流氷カリーがある。民芸品では、アイヌ語で、木の小さな子、または、人形という意味で、幸運のお守りとして作られてきた、ニポポ。 北方系少数民族、ウィルタの伝統文様、イルガをモチーフにした、サハリニルガがある。五十音順政治、経済学術、文芸芸能スポーツその他五十音順、アバシリロケーションガイド参照注釈、出展行政産業観光。ありがとうございます。